昔からすごく運が悪かった。私が参加する遠足はいつも雨。てるてる坊主を作っても全然ダメで。新しく買ってもらった帽子が風で飛ばされてなくなったり、お気に入りの靴も車に泥をかけられて真っ黒になっちゃったり。私が頑張ってもどうにもならないことがたくさんあって、それで少し嫌になっちゃって。でもそんな時、テレビで一人のアイドルを、はるかちゃんを見たんだ。うん、学校ずる休みしちゃった。本当はダメだけど、でもやっぱり行きたくないな。きっと私がバトンを落としちゃったからみんな怒ってるよね。いつもこうなっちゃう。頑張っても頑張っても悪いことばっかり。私が頑張ってもダメなのかな。ずーっと悪いことしかないのかな。みんな、こんにちは。アズランの桐谷遥香です。あれ、お母さんテレビつけっぱなしで行っちゃったのかな。今日は私の初めてのソロ曲を歌います。緊張しますが、頑張ってみんなに元気を届けるのでよろしくお願いします。アイドル？でも私と同い年くらい。聞いてくれてありがとうございました。私も練習したらあんな風に歌ってダンスできるようになれるのかな。あ、でも私が頑張ってもどうせ。今日がいい日じゃなくても、明日はいい日になるかもしれないって思えるように。え？私はアイドルとしてみんなに希望をあげたいって、そう思っています。だからこれからも明日を頑張る希望を届けるアイドルでいられるように頑張ります。今日がいい日じゃなくても明日はきっといい日に。そうなのかな。諦めないで頑張ればきっといつかいい日が来るのかな。うん、やっぱり学校行こう。リレーのこともみんなに謝ってまた頑張ろう。なんだろう、あの一言でたくさん元気をもらえた気がする。桐谷遥香ちゃんか。次こそ書類審査通りますように。よし、ちゃんとポストに投函したし、あとは結果を待つだけって、もうこんな時間。急がないと遅刻しちゃう。
しないな。今日はもう練習終わりに。ダメ、こんなところで諦めちゃ。はるかちゃんはきっともっと大変な練習してるはずだもん。明日はいい日になるって信じて頑張ったら、オーディションだってきっと。よし、もっともっと頑張らないと。頑張って、それで絶対にはるかちゃんみたいなアイドルになる。え、なんだろう、スマホが急に光った気が。アンタイトル？こんな曲をダウンロードしてたっけ？何？あれ？ここはどこ？私、さっきまで屋上にいたはずなのに。どうしてステージなんかに？これってもしかしなくても夢だよね。でもこのステージ、アイドルのライブみたいだな。どれも可愛い。私もいつかこんなステージでライブができたらいいな。それではるかちゃんと共演できたりなんて。こんにちは、みのりちゃん。え、誰？って、あなたはみくちゃん？私の言うよ、世界へようこそ、みのりちゃん。りんちゃんまで？やっぱり夢だよね。みくちゃんとりんちゃんと話せるわけないし。ここは世界だからね、みのりちゃん。え、世界？そう、みのりちゃんとみんなの思いでできた世界。この世界でね、私たちはみのりちゃんたちに本当の思いを見つけてもらいたいんだ。うん、本当の思いを見つけると、その思いから歌が生まれるから。本当の思い、歌？待って、何を言ってるのか全然わかんないよ。そう？でもみのりちゃんはもう本当の思いを見つけてるみたいだし、まあいっか。私の本当の思い？それって何？アイドルになりたいって夢はあるけど、それのこと？そうだろう。でもその思いは忘れないでいてほしいな。きっと他のみんなはみのりちゃんみたいな思いを忘れかけちゃっているから。え？それってどういう…ああ、そろそろライブが始まっちゃう。みのりちゃん、またね。みのりちゃんたちが同じ思いを持っている限り、きっとまた世界で会えるから。そうそう、私とみくちゃんも応援するからね。え？待って、私寝てた？わあ、まさか屋上で寝ちゃうなんて。疲れてたのかな。なんだか変な夢を見てた気がするけど、まあいっか、練習の続きしないと。先生、提出する書類はこれでいいでしょうか？
もう決めたので。アイドルは辞めるって。よし、ちょっと休憩もできたし、失敗してたステップ、次こそできるようにならなくちゃ。もっともっと頑張って、絶対絶対、はるかちゃんみたいなアイドルになるぞ。私みたいにしーちゃんが雪だるま作ってみたいわ。